どうも皆さんこんにちは。今回は引き続きプレイステーション5で発売されることが発表されたタイトルの残り14作品をご紹介していきたいと思います。では行こう。プラグマタ、本作は我らがカプコンが開発するアクションアドベンチャーゲーム。やっぱり可愛い女の子が出てくるのは日本のゲーム、しかもパツキンの幼女。さすがカプコン様。ただなんとなく髪の質感がプレイステーション4からあまり進化していないように見えるのがちょっと気になる。それはさておき、本作はディストピアと化した近未来の月面世界を描くストーリー。公開された映像では宇宙服の謎の男とまたもや謎のパツキン幼女が突如飛来する衛星に対抗する姿や、二人がおそらく月面から地球を眺めている姿を確認できます。いやー、世界観、それに幼女、完璧。宇宙服の男も仮面を脱げば実は美人のパツキンチャンネルだったりするのではなかろうか。カプコン、いやカプコン様、それでお願いします。プロジェクトアーシア、またもや我らがスクエニ。ケツメの美少女キャラライトニングさんやアヤブレアをはじめとする日本人にとってかなりグッとくるキャラクターを世に送り続けた神会社スクエニ様の新作がプレイステーションでも発売。本作を手掛けるルミナスプロダクションはスクエアニックスグループから発足したグローバルスタジオ。本作の情報は多くはありませんが、どこかダークファンタジーチックで顔は見えないものの、プレイヤーは女性を操作して物語は進んでいくようです。この作品をベセスタとかが開発していたら、このキャラの顔が見えた瞬間失望に変わるんだろう。しかしながら本作の開発はスクエニ、美人に違いない。ありがとうスクエニ。ただ発売まで7年とかやめてくれよ。バイオハザードビレッジ、前作7からタイトルの中にナンバリングを入れたがるバイオハザードシリーズ。8はどうやって入れるのかなと思ってたら、ビレッジの中に8を入れてきた。センスを感じる。そんな本作、以前と同じく主人公はイーサン。彼は家族のありふれた日常を取り戻していましたが、ある日セブンの最後に助けに来てくれたはずのクリスの兄貴が現れます。しかし彼の顔はやけに暗い。どうしたんだクリス、これから何が起こるのか。エイダ様は出てくるのか、そしてエロいゾンビは出てくるのか、っていうかエイダ様に踏まれたい。まだ本作は前作と同じく主観視点のアイソレートビューを採用。さらに恐怖感をかきたててくれます。ビレッジで行われる悲劇、再びバイオハザードの恐怖が襲い来る。グランドセフトオート5、まさかの GTA、 しかも5はどんだけ生き延びるんや。 GTA5 の発売日は2013年。2014年にプレイステーション4で発売されて、その後 PC でも発売し、なんと2020年で7年目に入り、今もなお売れ続け、これまでに世界で1億3000万本以上を販売しているバケモノゲーム。 GTA の6が来ると思ってましたが、まさかの GTA5。 3世代を生きるのは史上初なのではないでしょうか。プレイステーション5版の GTA5 はグラフィックのアップデートはもちろん、パフォーマンスも向上され、またスタンドアロン版の GTA オンラインは最初の3ヶ月はプレイステーション5ユーザーに無料で提供されるようです。さらにロックスターゲームズはプレイステーション4で GTA 5をプレイしているプレイステーションプラスユーザーに対して、プレイステーション5版 GTA 発売までの間、毎月100万 GTA ドルを提供すると発表。もはや GTA 6は作る意味をないのだろうか。プレイステーション6でも GTA 5を発売するなら異形の念を込めて、ロックスターゲームズに私キャベツのヌードのブロマイドをお送りしようと思います。ヒットマン3、世界最強のハゲが戻ってくる。ヒットマン3はステルス性を重視した TPS ゲーム。今作も様々な暗殺任務をこなすことになります。ヒットマン3はリブート作として2016年に発売されたヒットマンから続く3部作の完結編となります。パートナーのザ・エージェンシー所属のダイアナ・バーンウッドのサポートを得るとともに、友人のルーカス・グレーと協力しながらストーリーが進んでいく模様。彼らの最終目的はかつて所属していた組織プロビンデスのパートナーたちの抹殺。また3では前作2作のステージ全てをプレイ可能。ボリュームが半端ないことになりそうな完結編。ジェット、本作は青函旅行をテーマにしたアクションアドベンチャー。プレイステーション5はなんとなく SF チックなゲームが多いイメージですね。本作のストーリーは望郷の彼方に葬られた人々の未来を切り開くため青函の探検に行くことに。伝説の海洋惑星に派遣された偵察者メイになり、ジェットの舵を操り広大な未踏の地を探検といった具合で、まさに異世界探検。本作はプレイステーション4にも発売するということなので、本作はプレイステーション4にも発売するとのことです。ケーナ、ブリッジオブザスピリッツ、本作はエンバーラボが開発するアドベンチャーゲームで、ストーリー重視の作品になるとのこと。プレイヤーは主人公のケーナとして、ロットと呼ばれる魅力的なスピリットの仲間を見つけてチームを成形し、共に成長し、彼らの能力も高め、環境を操る新しい方法を生み出します。主人公のケーナはこのように魔法的なものを操作し、杖などを使ってスピリットに指示を与えたりして謎解きなどをしていくとのこと。アニメチックとは裏腹に、
テーマは成長と償い。深いストーリーと絵のタッチが相まって神ゲーになりそうな予感。リトルデビルインサイド。本作は韓国の会社ネオストリームによって開発されているゲーム。2015年にキックスターターキャンペーンというもので開発資金を確保し、その後はプレイステーション4や Xbox One、Wii U に向けてゲーム開発を行っていたようですが、今回プレイステーション5で発売すると発表。本作は超常現象を調査する大学教授と教授の秘書的な立ち位置のプレイヤーの冒険を描く作品。このゲームは何か強大な敵がいるわけではなく、世界の美しさを知り、自然の困難を感じながら新しい世界を見つけることの楽しさを知るゲームとのこと。今回公開された映像では、タコや獣人、ドラゴン、この世のものではない多種多様な生き物が存在することを確認できました。本作はセミオープンワールドなマップを舞台にしたサバイバル要素を含むようで、対応プラットフォームはプレイステーション4とプレイステーション5。グラフィック面では頭抜けているわけではありませんが、かなりセンスを感じる作品なので期待。オッドワールドソウルストーム。本作は2周回って親近感ぐらいは覚えそうなエイブと呼ばれる生物を操作し、謎解きをしていく横スクロールアクションゲーム。実は本作1997年に発売されたエイブは55のリメイク作であるオッドワールドニューテイスティの続編。エイブはかなり奇妙な見た目をしているものの、潤んだ瞳、目に優しい青緑の肌、こんな愛らしいエイブたちが仲間ともども列車に轢かれて肉片になる姿をどのような顔で見ればいいのだろう。ソーラーアッシュ。本作はハイパーライトドリフターのクリエイターが開発中のタイトル。本作でプレイヤーは世界を飲み込む宇宙の裂け目を旅することになります。今回公開された映像では、方向感覚が狂いそうになるくらいに世界が逆転したり、そんな中を軽やかに移動するプレイヤーの姿を見ることができました。しかし、ハイパーライトドリフターを彷彿させるような独特な世界観の色合いが郷愁感さえ感じさせてくれる。本作は世界にはびこるモンスターを倒したり、また物語には内省と全身をテーマに、最初はもがき苦しみながらも徐々に希望を抱いていく内容になっているようです。ストレイ。本作は衰退した未来的な街を舞台にしたアドベンチャーゲーム。本作のプレイヤーはなんと可愛らしい猫と化し、この未来都市から脱出するために謎解きをするストーリー。本作は主人公が猫なので、高いところへ登ったり低いところを歩いたりしながら何かから身を守ることが最優先として定められているようで、どうやらステルス要素もあるようです。また物語の途中で猫は B1012という小型のドローンと出会い、そのドローンと助け合いながら攻略を進めていくことになるようです。猫と機械、なんだかほんわかするストーリーが描かれそう。にゃんこ推しなら買うべき作品。トライブスオブミッドガールド。北欧神話をテーマにした本作は2019年の夏からすでにオープンベータテストが始まっていますが、改めてプレイステーション5にも登場することが発表。本作は北欧神話で描かれる世界の終焉、ラグナロクの到来により巨人の軍勢が侵攻を開始した世界を舞台に、神々の復活を願って聖なる木の種を守る村で抵抗を続けるバイキングの戦士の主人公となります。また本作は最大10人まで協力プレイが可能で、共に素材を集めて建築を作ったり、夜に現れる魔物たちと戦うことができるようです。斜め見下ろし型のアクションゲームなので、これまた人を選ぶゲームだとは思いますが、トゥーン調のデザインは世界観にマッチしていてかなり面白そう。ザ・パスレス。本作は風の旅人の元スタッフたちが立ち上げたスタジオが開発するタイトル。本作の舞台は島。主人公の女性は弓使いであり、共に旅をする鷹を連れて獲物をハンターしたり、古代遺跡を巡ったりしながら迷い込んだ大森林を探索するようなゲーム。ハンターには世界を包む闇と対峙する目的があるようで、探索中司令と戦うことになります。本作は風の旅人やアブズー同様、直接的な会話や文字はなく、世界の空気感や風景で全てを感じる作りになっているようで、そのところの作り込みに期待しましょう。ということで、いかがだったでしょうか。新しい世代を映る時の衝撃はすごいですが、個人的に今回もそれなりに驚愕させてもらいました。まあ、プレイステーション4のグラフィックで割と現実的なグラフィックも結構あったんで、なんかプレイステーション5のグラフィックにそんなには驚かなかったっていうのは事実なんですけど、実際プレイステーション5のゲームをやった後にプレイステーション4のゲームやったら、プレイステーション4のグラフィックがうんことかに思えちゃうんですかね。あとデュアルセンスの新機能、これはですね、ちょっとしたエロゲチックなゲームですごい革命が起きそう。じゃあ、この動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッター、インスタグラムやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。チャンネル登録をすると広告収入が入る。